リアルグレードシナンジュの制作、本体そして武装で最後、こちら別売りのですね、アクションベースも、揃えましたので、これらをすべて組み立てて、完成させてみたいと思います。リアルグレードのシナンジュ、買ってきました。こんな感じでね、すごくね光沢があるんですよね。ちょっと大げさに動かしてますけれども、こんな感じになるんですよね。組み立ててる最中はね、なんとなく不安にはなるんですけれども、いざ全部で、ね、組み立て終わると各部分で、ね、しっかりきっちり、ね、固定されてくれますね。これね、挟み込むような感じで、差し込むだけですね。いや、いいですね。おー、モビルスーツの形になってきたな。でまずはですね、今ねこうやって自立はさせてますけれども、なかなかねこうシナンジュってこう後ろにねバックパックの重量が重くて、こう後ろにねパタンと倒れる感じがあるので、いろいろね装備させる前に、アクションベースの方に固定したいと思います。やっぱりこのリアルグレードのね、シナンジュはなかなかねこの自立させていろんなポーズを取るっていうのはちょっと難しいモデルになりますね。アクションベースへの固定はですね、この、シナンジュのねキット付属のこのジョイントを使って、腰の部分から、接続する感じですね。こんな感じにこのね下の部分に、固定できました。であとはこれを差し込むだけですね。アクションベースに固定しました。で今ね、撮影でこの画角に入るようにかなりねアクションベースを低く設定してますので、足の部分もねもうちょっとだけ浮いてるような状態にはなってますね。で一応ねこの状態はアクションベース的にねかなり不安定な状態なので、撮影終わってね飾るときはもうちょっとこう高さをね調節して、もうちょっと上げて本当にねこう空中にいるような感じにこうポーズをつけてね飾ってみたいなと思います。それで、ね、今度はここの部分に、シールドを、ね、装備させたいんですけれども、ジョイントの部分が、ね、こんな感じになってます、ここの部分ですね。ここの部分にこう腕をねカチッと差し込んで、シールドを固定するパターンと、あと肩の部分の、ちょっと銀色のパーツに穴が開いてるんですけども、そこにここを差し込んで固定する、まあ、2タイプのパターンでシールドを固定するみたいですね。でこれはポーズによってでどこでね腕で固定するか、この肩のね銀色のパーツで固定するかっていうのを選べるみたいなので、今回ねとりあえず今はこの銀色のパーツのとこに差し込んで、固定したいと思います。これなかなか差し込むのが難しいですね。で肩の部分に取り付けてこんな感じになりました。でねこの角度だとねあんまり目立たないんですけれども、これね真横から見ると結構ねこのシールドがねこう浮いちゃってるような状態になるので、こうやってね斜めからこうねまあこう体に重ねて飾る場合はねこれでもいいかと思うんですけれども、なんかねやっぱ肩のこのね銀色のパーツにくっつけるのはここのねこの隙間がねどうしてもこう空きすぎてしまうような感じがするので、ちょっとねなんかイメージと合わない感じではありますね。やっぱこう腕にねガチンとつける方が良さそうではありますね。ただねこう腕につけるとなると多分こう後ろ側にねつくんですよね。この部分につかないといけないので、ちょっとね角度的にシールドがねこういう感じでね見えなくなっちゃうんですよね。で真横につけようとするとこのね肩のこの出っ張りが邪魔して、ちょっとねシールドを真横につけるっていうのはねできないので、こんな感じに真横に装備することできました。このねこの部分引っかかるのかなと思ったら結構ねすんなりというか、間もねその空きすぎることなくこう引っかかることなくね、しっかりと装備できた感じですね。でねつけてる最中は結構ね不安定なのかなと思ったら、意外にねしっかりこうはめ込んでしまうとこうねポロッと落ちたりするっていうことはないですね。意外としっかり、装備できましたね。こう手を上げてもねこう縦が
ポロッとね落ちていくっていうことは全然ないですね。ああやっぱ腕にこう引っ掛けるっていうか腕に装備する方がかっこいい感じはしますね。でただねこの腕の外装部分にねこのジョイントのパーツがちょっとかかってくるのでこれがねこの赤い外装のね雰囲気をちょっとまあ乱すというかちょっとした違和感にはなってしまうかなというところではありますね。こんな感じなんですよね。せっかくこの赤い外装がねかっこいいんですけれどもその上にこのねグレーのパーツがねパッとこうかかってしまうのでここはね残念な感じなので、まあ、あえてね盾を装備させずに飾るっていうのもありなんじゃないかなと思います。それではね、いろんな武装も、装備させてみたいと思います。ということで、リアルグレードの師団獣、大きなミスもなく、無事に完成させることができました。ここまで動画にお付き合いいただいて、本当にありがとうございました。でね、久々のねリアルグレードだったので、やっぱりパーツの多さとかねパーツの精密さっていうのにもなかなかね感動しつつもやっぱり今回のキットはこのね外装部分ですね。この赤い外装部分もそうですしあとはこの、ね、胸の部分とかあとこちらの、ね、シールドの部分のこのね金色の部分とこの黒い部分ですねこちらのパーツがやっぱ分かれてるっていうのがまあHG とかね作ってる時からこのパーツがね分かれてたらなというふうにね思ってたんですけれども、まあ、リアルグレードでねこうしっかりとパーツがね分かれてくれて、こんな感じにねこんなクオリティで作ることがね可能になりました。でこれはね塗装しない場合はこのパーツがね分かれてなかったら上からねシールを貼る感じですし、塗装する人はですね、なんとかねマスキングしたりとかいろんな方法を使ってこのね黒と金のね塗り分けをしないといけないっていうところだったんですけれども、まあ、今回のねリアルグレードはもうその手間がなくなりましたので、シールを貼ってたね塗装をせずにシールを貼ってた、ユーザーの人もあと色分けのね塗装をやって色分けをしてたっていう方にとってもね、いいパーツのね仕組みになったんじゃないかなと思います。で部分塗装をねこの辺ガンメタとかでちょろっとやったりはしたんですけれども、まあ、このねちょっとこう光沢がある外装にこう負けないようにね、若干塗ってはみたんですがその辺もいいバランスになってたんじゃないかなと思います。この動力パイプのところとかですね、ガンメタルで塗装してるんですけれども、ライトガンメタルですねライトガンメタルで塗装したんですが、まあ、外装がねやっぱりすごく光沢があるので、
うん、やっぱり違和感なくできたんじゃないかなと思います。あとね、この黒い部分ですね、黒い部分も半光沢の、セミグロスブラックで塗装してますね。まあ、結構ね落ち着いた感じで、艶消しほどはこうベタっとならずにというか、こうなんかまあ艶消しね、塗装にもよるとは思うんですけれども、ちょっとねゴムっぽくなったりね、雰囲気はするんですけれども、まあ、ちょっとした光沢がある、落ち着いたブラックにこう仕上がってくれましたね。でこんな感じでシナンジュの方を制作を終わりましたので、まだまだね、制作中のモデルとかねいろいろあるので、そちらの方もねどんどん作っていきたいなと思います。いや結構ねサクサクっと作れるかなと思ってたんですが、まあアクションベースね作ってみたり部分塗装したりっていうところで、まあ結構ね、動画の本数も、まあ、そこそこになった感じではありますね。でね、本体部分のね制作に関してはほとんどね手を加えずに、まあ、部分塗装ですね、黒い部分と、このちょっとグレーの部分の一部のパーツですね、このガンメタに塗ったりとか、あとこうシルバーに塗ったりとかねいうところもありましたけども、まあ、ちょこちょこっと部分塗装して、こんな感じにね仕上がった、感じですね。で実はね、このねこの部分で、この部分でというかこの状態で完成ということではなくて、実はねプレ版でね買ったこのねオプションパーツですね、これがね、うん、まあ、武装が追加になるっていうところと、あとね、ダグザ中佐がね、いるんですよね。まあ、ここにね、こんな感じのポーズを取ったダグザ中佐がね、いるんですよね。で、このシーンはね、ガンダムユニコーンをご覧になった方は、まあ、印象に残ってるね、ダグザ中佐のシーンとしては一番印象にね、残るシーンだと思うんですけれども、まあ、このシーンをね、再現できるっていうのをね、このオプションパーツの売りで、まあ、こういったね追加の武装とこのねダグザ中佐ねのフィギュア以外に、頭の部分のパーツですね、こうダグザ中佐にガーンとやられて、このね、まあ、目の部分がねちょっとむき出しになったあのねあの頭部を再現できるパーツが、こちらに入ってますので、今後はねこちらの、この頭部パーツ、まあ主に頭部パーツと、ダグザ中佐ですね、ここに、勢力を注いで、作っていきたいなと思います。ということで一旦このリアルグレードの、シナンジュのね制作は終了しますけれども、追加のこのねオプションパーツの制作をまたね、再度やっていきたいなと思います。